紅花の灰の水肥をしております。まず灰と水をここに入れ攪拌します。その際はゴム手袋をした方がいいです。これで開けて、それがこれです。でメッシュをだんだん細かいものに変えていきます。でただいま上澄みを捨てているところです。